国勢調査という言葉は国の勢いを調べるのではなく国の情勢を調べて知ることポピュレーションセンセサスの役なのなでございます国勢という言葉を用いて統計の重要性を最初に訴えましたのは早稲田大学の創設者で第8代17代内閣総理大臣大隈重信候であったと言われております。明治35年に 国勢調査に関する法律が定められ明治38年に第1回国勢調査を行い世界人口センサスに参加する予定でありましたしかしその前の年に日露戦争が始まり莫大な予算が必要な国勢調査どころではなくなってしまったのです時は移り大正4年今度こそ実施されると思った国勢調査も 第一次世界大戦で流れてしまいました大正6年国勢調査実施のため立ち上がった男がおりました内閣統計局長牛塚虎太郎この方が時の内閣総理大臣寺内正武に国勢調査実施に関する件の意見書を出しました。 国勢調査は政治上経済上から見て国の根本的調査である欧米諸国においては全世紀の初めより実施されているこの先欧米諸国と対応していくには国勢調査は必須条件であるしかも我が国においては明治35年に国勢調査の実施を法律で定め公言しているそれが 10年以上経っても実施されていないとはいかなることであるか大正6年7月牛津からの尽力により国勢調査施行に関する県議案が衆議院で可決大正9年の実施が決定し大正7年度の予算に国勢調査に関する予算が組み入れられたのでございます杉先生 杉先生そ、そうぞうしい。先生はお休みだ。すぐに起きていただきたい。予算が、予算が、国勢調査の予算が公表されました。国勢調査の予算が、それは本当か。お前は声が大きいの。 布団の中で全部聞いたよいよいよ国勢調査が実施されるのかそれはよかったあとは君たちよろしく頼むぞ先生先生杉先生 国調査の実施に人生を懸けた杉浩二は予算案が公表されたその日に息を引き取ったのでございますさて少し時代は遡りますが杉の設立した東京統計協会の会員の中に原隆という男がおりました。原は明治18年に 外務省のの官としししてパリの公使官に赴任しました当時フランスは1886年国勢調査の実施のさなかで原は毎年調査するのがいいが多額な費用が必要なこと調査報告書は詳細で膨大なものであること人口は主樹の行政の基礎であり5年ごとの調査は直接法律に基づいて実施していること などの報告を2回にわたり東京統計協会に送っていますこのような貴重な経験によって国勢調査が近代国家の運営に不可欠であるという認識を強くしたことでしょうこの原隆がその後内閣総理大臣として国勢院を設立し第1回国勢調査を実施したのです大正7年5月 臨時国勢調査局が開設国勢調査評議会も設置され全国で26万人の調査員が任命されました第1回国勢調査は大正9年1920年10月1日に実施されましたそれは杉浩二が「甲斐の国現在人別調べ」を実施してから40年後 バンコク統計協会の参加要請から25年後国勢調査に関する法律が定められてから18年後のことでありましたおいおい国勢調査が行われるって新聞に出ていたぜ。国勢調査ってななんだ俺もよよくは知らないけどよとにかくこれをやれば日本は一等国の仲間入りをするって話だ。 そりゃあすげえやで、一等国ってなんだ、一等賞みたいなもんじゃないか。なんかもらえんのかな。福引きじゃないよ。老若男女、全国民が調査対象と申しますから、国中の騒ぎになったのでございます。